続いてはこちらの国です。えー、中国芸人泣かせの国と中国も芸人泣かせなわけですね。これは泣かせましたな。どちらに行かれたんですか。上海に2回行きましたけど、2回とも泣きましたね。えー、なるほど。はい、それは具体的に。これで、ね、まあ、はい、あのいろんなね玉垂れとか紙切りもって,て人がブワーくるんですよ。はい、ー緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。動かないぐらい。すごいんですよ。

倒れやすい家具などからは離れてください、えー、現ただいま東京渋谷の NHK 放送センターで揺れを感じています地震については情報が入り次第お伝えします番組の途中ですがただいま東京渋谷の NHK 放送センターで揺れを感じました地震については情報が入り次第お伝えします ただ今東京渋谷の nhk 放送センターで強い揺れを感じています地震については情報が入り次第お伝えしますえ怪我をしないよう身を守ってください倒れやすい家具などからは離れてくださいテーブルや机の下に隠れてください現在東京渋谷の nhk 放送センターで強い揺れを感じています地震については情報が入り次第お伝えします けがをしないよう身を守ってください倒れやすい家具などからは離れてくださいテーブルや机の下に隠れてください地震については情報が入り次第お伝えしますはい、えー、午後5時18分ごろ東北地方で強い地震がありました震源については現在気象庁で調べていますが仮に震源が海底ですと津波の恐れがあります 揺れが強かった海岸付近や川の河口付近では念のため津波に警戒してください、はいはいえー、今、震度の情報が出ています震度5弱の地方は青森県、岩手県内陸北部震度5弱の地方は青森県三八上北 そして岩手県内陸北部ですその他震度5弱の地方宮城県北部宮城県南部震度4の地方は震度5弱を観測したのが青森県が三八上北岩手県内陸北部宮城県北部宮城県南部です先ほど緊急地震速報が出ました震源が海底ですと津波の恐れがあります海岸や川の近くから離れてください 震源が海底ですと津波の恐れがあります津波に警戒してください画面は地震発生時の仙台市内の様子です小刻みにカメラが揺れています先ほど東京のスタジオでも揺れを感じました震源が海底ですと津波の恐れがあります津波に警戒してください

기상청이 해일경보를 발령한 곳은 다음 지역입니다. 미야기현 높은 곳에서는 2미터 높이의 해일일 가능성이 있습니다. 해안 부근에 있는 분들은 높은 지대로 피난해 주십시오. <목소리> 기상청이 해일 경보를 발령한 곳은 다음 지역입니다. 미야기현. 높은 곳에서는 2m 높이의 해일일 가능성이 있습니다. 해안 부근에 있는 분들은 높은 지대로 피난해 주십시오.